今から余呉湖を回ります。カメラアングルを変えてみました。ずっと右側を撮影しております。ちょうどね、右手に桜と湖が見えるんで、このままちょっと一周回ってみたいと思います。さて、どんな感じに撮れるやら。余呉湖、琵琶湖の北側に位置し、日本最古の羽衣伝説と菊石姫の竜伝説がある。周囲 6.4km、最大水深 13.5m、水面の標高は 133m、琵琶湖よりおよそ 50m 高い位置にある。古い琵琶湖の一部であったものが約3万年前に分かれたとされる。でも桜散っちゃってるね。この辺はまだ残っとるか。一部もう散ってしまっとるところもある。でもまあまだ見れるか。この辺は残っとるね、しっかり。40km。デイキャンプいいかもね。去年の秋来た時はキャンプしとる人おったね、この湖岸で。余呉湖に来るのも今回で3回目か。一番最初はワカサギ釣りに、まだいい、まだじゃない、雪が積もっとる頃か、一度来たことがあって、それはもう10年以上前か。15年以上前か。で、次に来たのが昨年の秋。確か。昨年の秋に一回来て、で今回で3回目。もうこの辺は桜が綺麗ですね。綺麗に残っております。ちゃんと映っとるかな。傾けるとどうだ。この辺も桜が綺麗に残っております。車があるけど、カメラに映ってねえな。
コーヒーブレイクからアウトドアを楽しんでおられます。制限速度30キロじゃん。陽気のいい日にピクニックじゃないけど、なんやお弁当でも持って、この湖岸のね、このベンチでお弁当持ってきて食べるのもいいんじゃないでしょうか。確かここはリールを使った釣りが禁止なのか、ルアーフィッシングが禁止なのか。確かバス釣りはね、ルアーフィッシングは確か禁止だったと思うんだよな。ここなんか、あ、書いてあったな、今ルアー釣り禁止って。ルアーじゃなきゃ OK って感じ。おお、すれ違うの大変そうだな。切り返しとる前の車が。そうか、これ乗り上げんと、左側に乗り上げんとすれ違えん。なんか今日何回かすれ違っとるスクーターや。駐車種分からん、帰ってから調べよう。もう11時13分。あまりのんびりしとると帰りが遅くなっちゃうな。違いこんな。とまあこんな感じでほぼ終わりだな。横ここはこれで。あとは民家の間を抜けてメインストリートに戻るだけやね。ということで次は県道へ向かおうかな。まだ走ったことのない道をちょっと通って帰ろうかなと思っております。なので一旦止めて、またカメラのアングル直して再出発したいと思います。